おめでとうございます。新年早々皆さんもいろんなニュースをですね聞きになったと思いますけど、まずイラン問題とかですね、それから、ゴーンさんの問題とかですね、からこれからちょっと問題になるのは習近平のですね来日をどういうふうに捉えるかという問題ね。でやはり次々と国際問題がですね我々の中に入り込んできて、つまり日本というものが、安倍首相のですねイランからの来日があったり、それから今もまた中東に出かけているわけですが、そういうこの政治的なこの安倍さんの行動がですねやはり今本当に重要になってきているなという感じを我々は持つわけですね。でやはりこう結局イランの問題っていうのはご存知と思うんですけど、アメリカとの問題は基本的にイスラエルの問題があるということが分かると思うんですけれども、今度のような怪しげなですね墜落のですね事件があって、あれはああいうことを見てるとご存じのように9.11を思い出したりですね、いろんなことがあるなという感じがするわけです。でこういうその生のですねやはり政治的な事件をどう見るかっていうことは、基本的にやはり歴史を知って初めて分かるわけです。ですからこういう事件が起こるっていうこと自体がですね、やはりそこにある種の謎があるということであるわけです。でやはりそこをですねどういうふうに我々が理解するかという問題が、あるわけです。ですから歴史っていうのは何が役立つということはですね、そういう事件がどっかにあったなっていうことがあるわけですね。でそれから特にですねああいう画面操作をやってるんだなという感じが、あるわけですね。で今度の問題もそういうところがあるだろうと思うんです。それからゴーンさんの問題はもう明らかにこれはもうそのああいう卑怯な逃げ方をするということ自体が基本的にグローバリゼーションっていうのは何かっていう問題がね非常に強く印象づけられるわけですね。つまり結局ゴーンさんっていうのはご存じのように記者会見でも何か国か喋ってですね、で本当にグローバリゼーションの塊みたいな人だったわけですね。それがやはりこううまくごまかしてさまざまなですね詐欺をしているということがはっきりしたわけですが、こういうこと自体のグローバリゼーションの実態っていうものが非常によく分かって、ああいう逃げ方をするっていうこと、そして結局はですねレバノンという、彼の生まれた国に帰ってもうあれで動けなくなってしまうということがあるわけですね。でこれもやはりやっぱり日本という国もあたかも日産というのを、支配したかに見えますけれども、やはりそうではなくて結局は個々の今も日産とルノーが完全分裂というか分かれるわけですから、やはりそういうことが全部ナショナリズムという方向に行っているわけです。でこれがですねあたかも一つのイデオロギー的な見方で考える人が多いんですけど、そうじゃなくてこれこそが正常な状態なんですね。ですからゴーンさんがレバノンに帰ってもう動けなくなるということ自体の状態っていうのは、やはり基本的に人間っていうのはそこでしか動けない、そこでしかやはりアイデンティティを持てないということを、これはですね非常に今グローバリゼーションの衰退っていうことをねよく示していると思うんです。それからですね習近平の来日の問題ですけれども、国民待遇で
来るということ自体に対する反対運動がですね今出てきまして、私もまあそれに参加するつもりなんですけれども、それはですね、まあ、安倍さんがですね、あるいは外交としては、まあ、国民でなければ当然その会談をやっていいわけですけれども、やはり国賓となるとですね、やっぱりそのある種の、まあ、天皇陛下もお会いになるわけですから、やはりそこにですね、ある種の、まあ、政治的な意味と同時にある種の正義っていうかですね、 そこにおけるある種のこう、まあ、人物肯定っていうかですね、そういう面のモラルの面があるはずなのね。そのモラルの面がですね、今中国が非常に今香港問題もそうですけれども、それから内部のまあ今非常に大変な問題になっていてですね、経済的に非常に困難な状態にあるということ、そして今までの全ての経済指標が全部デタラメだったということがね、今だんだん分かってきたわけですね。ですからそういう経済指標でですね、まあ、世界第2位の大国だと思ってた国が非常に危ない状態が来ていると。でこれはまあ似たような状態が韓国にもあるわけだね。でこういうこの現代の実態をですね、よく把握するっていうことが余計な不安を持たなくていいっていうね。で最近のアメリカのですね雑誌の、まあ、かなり有力な研究所の雑誌が、日本がですね世界最高の国っていう、まあ、の2番目っていうかね、第2位に入ったんで、ね、1位はスイスなんですけども、ご存知の方はいるかもしれませんが、スイスというのはまあ小さな国ですから、世界第一 の日本が最高の国であるということが分かってきた。でこれはまあ、さまざまなですね、日本における私もね去年もヨーロッパ行ってきましたから、日本に帰ってくるとやはりその日本のすごさ、日本の、まあ、素晴らしさをですね実感しているわけで、こういうことをですね我々がもっとそれぞれがですね知る必要があるだろうと思います。で、まあ、そういうことは去年出した本でも書いたんですけど、昔は文化の中心がパリだったけれども、今はもう日本だって言ってるわけですね。そういうことを皆さんがまあどの程度実感としてお分かりになるかどうか、去年名古屋でですねトリエンナーレの問題で講演会をやったわけですけれども、やはりたくさんの名古屋の方が来てくださって、非常にまあ、名古屋自治体の、まあ、あそこの愛知トリエンナーレっていうのは日本の最高のですね芸術のこのトリエンナーレっていうかね言われているわけですから、あれがああいう状態っていうのは全くその日本の文化そのもののですね内実っていうかコンテンツを知らない人たちがやってるっていうことが分かると思うね。まあ、そういう意味でも我々のやったシンポジウムは非常に好評で、まあ、たくさんのチャンネル桜が撮ってくださったんで、たくさんのアクセスがあるわけで、まあ、あれがある意味では今度の愛知トリエンナーレの、まあ、決定打になるだろうと思うんですね。ですからやはり保守がほとんどきちっとですね学問的にはっきりそういうものをこう切開するっていうか、やはりそこをこう把握してそれの反論を出していくという。ですから、まあ、戦後、まあ、そこでも言いましたけど、左翼がほとんど文化を握ってしまったということに対する我々のこうもう一度ですねそれの 反撃っていうか、そういうことをやりたいと思うんです。それから最後にちょっと、まあ、お話しするんですけど、林千和さんという方がですね本をたくさん出しているようですけど、あの方とちょっと問題はですね、この絵をですねあまりにも共産主義者って言い過ぎるんですね。これはおかしいんですよ。
で日本の中の近衛っていうのはですね、非常にもともとの藤原家ですから、やはりこう摂関家としてずってきた伝統の人ですからね。で彼は確かに勉強はマルクスの勉強はしているから、まあそういうふうに見えるだけであって、近衛上層文を読めばですね、あれはもう本当に左翼を知った政治家であるということがよくわかるんですね。決してそういう共産主義者で言ってるんじゃないんですよ。ですからあれは彼がですね、共産党と全く結びついてませんからね。結局、まあ、共産党は大体5区にいたわけですけれども、やはりそれ以後の要するに GHQ の中の連中とかですね、ハーバート・ノーマンとか、ああいうこの共産党と結びついた連中ですね、そういう人たちとの結びつきもないしですね、ですから彼の言い方はおかしいと思います。それからやはりそれからもう一つ言うと、ユダヤのことを本当に初歩的な感じで言い方で言ってますけど、あれはまあやっぱりユダヤのことを問題にするときはですね、やはりそこにある種の我々の基本的なですね立場っていうのをはっきりさせないと、単にユダヤ主義になってしまうんで、まあその辺もですね苦心して言わなくちゃいけない。ですからちょっと林さん の言動っていうのは私はおかしいと思っております。まあそういうこともあってですね、またそういうことを以上講演でお話したいと思います。で最後にですね、今これ高見倉を国立博物館でやってますから、これは意外に大きいですね、近くに行くと。で私はこれは幕屋っていうかですね、こう日本の大陸から移動してきたこの民族性っていうのがあるんではないかということを一度言ったことがあるんですけども、やはりこれは本当に見る価値があるんで、ぜひ今まだやってますから、来週ぐらいまでとね、ご覧になると、つまり去年というのは本当に歴史がですね、我々の中で実験することができたという意味でも非常に素晴らしい年だったと思うので、まあ、今年もそれをですね、その古代的な風っていうものが我々の中にまだあるんだということをね、考えていきたいと思います。そこにちょうど武田先生がおられますから、今日の話もそういうところに結びつくと思います。じゃあ今日もどうもありがとうございました。